皆さん、こんにちは。プッテーモンキーレンチの時間です。今回から数回にわたりトランジションについて紹介したいと思います。トランジションとは、移行や遷移を意味し、画面の移り変わりや移り変わる際の効果のことを指します。トランジションは非常によく使われる手法で、表現の仕方も様々です。私のチュートリアル動画でもよく使用していますが、シェイプアニメーションを使って画面を覆い隠しながらシーンを切り替えるというのは、よく使用されるトランジションの一つです。他にもエフェクトやトラックマットを利用して映像や画像そのものをワイプさせて他のシーンに切り替える手法などがあります。アフターエフェクツでは、エフェクトのトランジションという項目にあるブラインドや放射状ワイプなどのエフェクトを使うことで、誰でも簡単にトランジション効果を作ることができます。種類も豊富なので、いろいろと試してみるといい発見があると思います。トラックマットを利用したトランジションでは、マット用のレイヤーを用意してルミナンスキーマットやアルファマットに設定することでトランジション効果を作ることができます。この辺はトラックマットの解説動画でも行ったので、覚えている方も多いと思います。他にも遷移前の動きと遷移後の動きを合わせることで、切り替わりの際の違和感を軽減する手法など、トランジションには様々な手法が存在します。最初に紹介するのは、シェイプアニメーションを活用したトランジションとなります。シェイプアニメーション次第で大きくイメージを変えることもできたりと、非常に汎用性が高く、よく使われる手法となります。では早速作ってみましょう。コントロール N で新規コンポジションを作成します。幅1920、高さ1080とし、フレームレートは30、デュレーションは2秒とします。今回作るのは、画面左から右へ横切る複数のラインで構成されたアニメーションとなります。画面中央を横切るように1本の線を作成したいので、まずは G を押してペンツールに切り替えます。画面の中心がわかりやすいように、ショートカットキーのコロンを押して、アクションセーフを表示しておきましょう。さらに、しっかり中心に線を引きたいので、コントロール、コロンでグリッドを表示します。コントロール、シフト、コロンでグリッドやスナップも有効にしておきます。では線を引きましょう。一旦画面の左端から右側に向かって線を引きます。一度適当にポイントを打ってから、打ったポイントに対してカーソルを合わせます。すると、ペンツールのカーソルから黒い矢印アイコンに変わるので、その状態でポイントをドラッグで移動させて、グリッドにスナップさせましょう。ポイントを一つ打てたら、そのまま右端にもポイントを打ち、まっすぐ線を引いておきます。ベースとなるパスを作れました。ペンツールは不要なので、余計な操作をしないように、ショートカットキーの V を押して、選択ツールに切り替えておきましょう。今回は線を5つ縦に並べて、トランジション用のシェイプを作るので、線幅を216に設定しておきます。線幅に入れる数値ですが、コンポジションの高さ割る並べたい線の数とすることで入力する値が決まります。今回の場合、コンポジションの高さが1080となっているので、1080割る5となるので216というわけですね。では、レイヤーを展開して、追加からパスのトリミングを選びましょう。パスのトリミングを開き、開始点と終了点、それぞれにキーフレームを打ち、アニメーションをつけていきます。開始フレームで、開始点を 0% にしてキーを打ちます。20フレーム進めて、開始点を 100% に変更します。次に、開始フレームから10フレーム進めた場所で、終了点を 0% に変更し、キーフレームを打ちます。次に20フレーム進めて 100% に変更しておきます。アニメーションのタイミングや長さなどはお好みで調整してください。ではキーフレームを選んで、キーフレーム速度の影響を高く設定し、動きに緩急をつけておきます。私はモーションツールズを使って行いますが、モーションツールズを導入していない方は、未導入の方に向けての動画アップしているので、ぜひチェックしてみてください。では、線の端の形状を変更しましょう。シェイプレイヤーを選択して、バットキャッパーで線の端の形状を丸型に変えておきます。バットキャッパーを未導入の方は、シェイプレイヤーを展開し、線の中にある項目から、
線端の継承を丸型に変更してください。これでベースとなるアニメーションができました。一度再生してみます。パッと見た感じ特に問題はなさそうですが、線の形状を丸型にしたことでアニメーション開始時と終了時に違和感があります。アニメーションの始まりと終わりをよく観察してみましょう。作るイメージとしては、画面端から徐々にシェイプが現れてほしいのですが、現状だといきなりシェイプが現れています。アニメーションの終了時も確認してみましょう。こちらも同じように最後まで画面端に消えていくようなアニメーションではなく、パッと消えています。これはパスの端の継承を丸型にしたことで、パスからはみ出して表示されている部分があるからです。アニメーション開始時と消え方を自然にするためにパスを修正しておきましょう。開始フレームから1フレーム進めて、シェイプが表示されたタイミングに現在の時間を合わせておきます。レイヤーの中にあるパスを選択しましょう。パスを選択することでコンポジションパネルでパスを選択できるようになります。まずは左端のポイントを選択して、現状見えているシェイプが見えなくなる一歩手前まで左に移動させます。ドラッグで操作してもいいのですが、このような場合はキーボードの矢印キーを使うと操作しやすいです。シェイプが見えなくなる手前で止めておきます。なぜ完全に見えなくなるまで移動させずに一歩手前で止めるのかというと、空白のフレームが1フレーム多くなるからです。開始フレームでは見えない状態で、次のフレームではアニメーションが開始されていてほしいのですが、完全に見えなくなるまでパスを移動させると、開始から1フレームの時点でもまだシェイプが見えない状態になってしまいます。大きな問題ではないのですが、こういった余分なフレームというのは動きを完全に制御できていない状態と言えるので避けるようにしています。画面に映っていない部分を計算して動きの緩急を設定するのは難しいので、しっかり見える範囲で動きを制御できるようにしておきましょう。では反対の右側のパスも同じように修正しておきます。これでベースとなるアニメーションができましたので、あとは複製して並べてみましょう。コントロール D で複製します。複製されたレイヤーを選択して P を押して1プロパティを表示させます。 Y 位置を変更して位置をずらしていきましょう。適当に位置をずらしていくのではなく、しっかり数値で管理するようにします。線幅が216となっているので、現在の Y 位置の値に対して216を引きます。プロパティの値をクリックして、現在の数値の後ろにマイナス216と入力しましょう。すると計算の結果が値として入力されます。これで線幅に合わせて位置をずらすことができました。では位置をずらしたレイヤーを選択した状態で、再度コントロール D で複製します。上の階層のレイヤーの Y 位置に同じようにマイナス216を入力して位置をずらしましょう。これで上の段は完成です。次は下の段も作っていきます。画面中央に配置されているレイヤーを選んで、コントロール D で複製しましょう。画面の並びとレイヤーの並びを合わせた方が管理しやすいので、一番下の階層にあるレイヤーを編集します。 Y 位置の値にプラス216とします。再度コントロール D で複製し、一番下の階層にあるレイヤーの Y 位置に216をプラスし、位置をずらします。これで5つのレイヤーが綺麗に配置されました。では一度再生してみましょう。全てが同じ動きなのであまり面白みがありません。レイヤーの再生タイミングをずらしてみましょう。レイヤーの開始タイミングを変えるだけでも様々な表現にできると思いますので、実際に試して遊んでみてください。ではエフェクトを使用してもう一手間加えてみましょう。コントロール、オルト、Y で調整レイヤーを作成します。エフェクトからエコーを適用します。パラメーターはお好みで調整してください。私はエコー時間をマイナス 0.05 と変更しておきます。エコーの各パラメーターについては過去動画で詳しく解説しているので、そちらを参考にしてみてください。次にエフェクトの塗りを追加します。好みの色に変更しておきましょう。最後に CC コンポジットを適用して完成です。
再生してみましょう。トランジションのためのシェイプアニメーションが完成しました。さらに色数を増やしたい場合は、調整レイヤーを複製して、塗りの色を変えると簡単に増やすことができます。いい感じに配色できるまで整えてみてください。では最後に、今作ったシェイプアニメーションをトランジションとして使う方法も見ておきましょう。新規コンポジションを作成し、トランジションを行う前と後のシーンを用意しておきます。私は平面レイヤーで背景を作成し、テキストレイヤーで文字を配置したものを用意しました。再生してみると、パッと切り替わるようになっています。この切り替わりの際に合わせてシェイプアニメーションを差し込みます。では先ほど作成したシェイプアニメーションのコンポジションをプロジェクトパネルからドラッグしていきます。一旦シェイプアニメーションのコンポジションレイヤーをソロ表示しておきましょう。現在の時間インジケーターを動かして、シェイプで画面が覆われる瞬間を見つけます。シェイプが画面全体を隠したタイミングを見つけることができたら、レイヤーを選択した状態で乗算記号を押します。点キーにある掛け算のボタンですね。これで現在の時間にマーカーを追加することができます。もしくはレイヤーの上で右クリックを押し、マーカーからマーカーを追加でも同じ結果になります。これでトランジションで切り替えるタイミングを一目で確認できるようにできました。あとはこのマーカーのタイミングと画像が切り替わるタイミングを合わせてあげます。再生してみましょう。シーンの切り替わり時にトランジション効果を入れることができました。今回のケースのように画面全体を覆い隠すタイミングのあるシェイプアニメーションであれば、特に特殊な編集をしなくても上に素材を乗せるだけで問題ないのですが、そういったトランジション素材ばかりではありません。例えば今回作ったアニメーションでも、レイヤーの再生タイミングのずらし方次第では、完全に画面を覆い隠すタイミングがない場合があります。画面を覆い隠すタイミングがないということは、シーンが切り替わる瞬間が見えてしまうということになります。どう対処するかですが、いろいろと方法があります。マスクを使ったり、エフェクトやトラックマットで対応したりします。今回は手軽かついろいろな形状にも対応しやすいマスクを使ったケースを見てみましょう。同じようにシーンが切り替わるコンポジションを用意しました。マスクを使用してシーン1を切り取っていくので、シーン1となるレイヤーをプリコンポーズしておく必要があります。コントロール、シフト、C でプリコンポーズしておきます。一旦説明しやすいようにシーン2の部分は非表示にします。ではトランジション素材となるコンポを読み込んで再生されるタイミングを決めます。今回は説明のために開始から35フレームの場所にしておきます。一度現在の時間インジケーターを動かして、どのように再生されているか確認しましょう。シェイプが通り過ぎるタイミングでは、シーン1は表示されてほしくないのですが、画面の左側を見てみると、シーン1がまだ表示されていることが確認できます。本来であれば、ここはすでに透明にして、後ろに配置されたシーン2が見えるようにしないといけません。見えて欲しくない部分をマスクを使って非表示となるように編集しましょう。ではシーン1のコンポを選択して、長方形ツールをダブルクリックしてマスクを作成します。マスクができたら、レイヤーを選択した状態で、ショートカットキーの M を押して、マスクパスのプロパティを表示させます。シーン1の最終フレームで、キーフレームを打っておきましょう。次に、コンポジション内で作成されたマスクをダブルクリックして編集状態にします。マスクの左端を掴んでドラッグし、右に寄せていきます。するとマスクで囲われていない部分が非表示となります。現在の時間を戻しながら確認してみましょう。マスクで非表示となる部分を作ったことで、今度は表示してほしい部分が消えてしまったので、同じようにマスクを編集して調整しましょう。現在の時間を動かしながら、はみ出している部分がないかや、表示されているはずの部分が欠けていないかなど、確認しながら作業を行いましょう。うまくマスクできたら、シーン2を表示させましょう。再生してみます。うまくシーンを切り替えることができました。トランジション素材次第では、単純な切り替えにならないことがあります。
こういった場合はマスクなどを活用してうまくごまかし切り抜けましょう。今回のようにシェイプレイヤーを使って画面を隠しながらその間にカットを切り替えるという手法は簡単にシーンを変えることができます。シェイプアニメーション次第でオリジナリティを出すこともできるので非常によく使われる手法となります。例えば今回作成したものに新しくパスのトリミングアニメーションをいくつか追加してみるだけでもまた違った印象を作ることができます。難しい機能は使わなくても今まで学んできたことを応用するだけでもトランジション用のアニメーションをいろいろと作れると思いますので、ぜひ挑戦してみてください。次回はエフェクトを使ったトランジションについて紹介します。今回はここまでです。またお会いしましょう。さよなら。